私は道具だ。小さな国の王女として生まれたことが私の不幸の始まりだった。民のため、全てが民のため、幼い頃から耳にこびりついている忌々しい言葉。民が憎かったわけではなかった。ただその言葉の裏に隠された私たちのためという両親の真意が私の心を蝕み続けた。それでも私が心を保っていられたのは一人の男性を愛していたから。彼は似た境遇にある隣国の王子だった。私たちは互いを分かち合い深く愛し合っていた。私はとても幸せだった。ある時、大国の王子との縁談が持ち上がった。その話に国中が沸き立った。両親の喜びようはひときわ見苦しいものだった。ただそのことには感謝した。その様が私を決意させたのだから。私は隣国の王子と手を取り、生まれ育った国を捨て逃げた。幸福を夢見ながら、置き去りにしてきた全てに不安を感じながら、気持ちと戦いながら、私たちは逃げた。遠くへ、遠くへ。しかし無駄だった。私たちの自由は、すぐに終わりを迎えた。追っ手を前にした私たちは最後の約束を交わした。どこでだっていい、迷い途になっても構わない。ずっと一緒にいられるのなら死さえ厭わない。私たちは笑顔で自らの命を絶った。そこが写しようでないことも、自分が迷い途になってしまったこともすぐに理解できた。それは私たちが望んだことだったから、喜ばしいことでもあった。しかし彼の姿はどこにもなかった。私は彼を探し、隔離をさまよい始めた。来世と飛んでいく魂の光が闇を照らす不思議な世界。時折見かける迷い人たちは、みんな何かしらの思いに縛られているようだった。私は、一つだけ恐れていた。思いを果たせなかった迷い人の行き着く先、その一つである魔物落ち。消えるのならまだいい。しかし何もかも忘れて、生者も死者も見境なく襲う魔物にだけはなりたくなかった。そういう惨めな最後を遂げる迷い人を見かけるたびに、わずかに残された感情が締め付けられる気がした。
薄れ始めた記憶に気づいた時、迷いとでいられる時間がもうほとんどないことを悟った。どれくらいの時をさまよっただろう。私はついに彼の居場所を突き止めた。そして知ることとなった。再会できなかった本当の訳を。彼は死んでなどいなかったのだ。あの時本気で死んだのは私だけ。彼は死ぬ覚悟さえなかったのだ。どこかの国の王女と結婚し、子を授かり、幸福に暮らしていた。それを知った時、忌々しい両親の顔が思い出された。私はただ愛が欲しかった。私を愛して欲しかった。気がつくと笑いがこみ上げてきて止まらなくなった。私は愛が欲しい。ただひとひらの愛が欲しい。